はい、こんにちは、農業記者石倉由伸です。今回も道草の石倉さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回はね、YouTube では結構ちゃんと説明しながら動画あるじゃないですか、うん、でもそういうのを質疑応答みたいな感じで、はい、どういうふうに作ってんのかなっていうのを聞きたいなと思って。なるほど。これなんだけど、うん、僕も動画拝見したんだけど、あれからまた伸びてるね。だいぶね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいかな、多分経ってると思うので、うん、実際作ってからは。これの作る時の過程として、結構、初めから考えていくの。苔じゃなくて、こういうアイテム、石段だったりとかあるじゃない。はいはいはい。一応ここで少し裏計算をしたりする。人によっては、うん、結構ノープランですって人もいれば、いろいろ分かれるけど、YouTube でやるやつは結構プラン立てます。普段作ってる販売用の作品はほぼノープランっていうか、そこの辺に石の材料をボンと持ってきて、もしこの石とこの石組み合わせようとかっていうんで、まあ途中でこう入れ替えたりして、ガーッて想像しながら作っていくっていうのがいつものやり方で、こう石を組んでみてから、あ、ここにシダ入れたらかっこいいんじゃねとか、ここにこの苔入れたらかっこいいんじゃねっていうのは、後から石とか組んでから出てきて作っていくっていうのが普段のパターンなんだけど、 YouTube の場合作りながら自分で撮影してるので、ある程度こうなんでシナリオっていうか決まってないと撮れないじゃないですか。なのでこの作品も実はこれのための試作がもう一個あるんですけど。なるほど。一個試し作りをして、そうするとこういうカット割りで撮っていけるかなっていうプラン、あの撮影の方のプランも作って、それからこう実際撮りながら作る感じ。自分の中のなんとなくパターンってあるんですよ。まあ、ハウ、コツボゴケとかチョウチンゴケ系はこういうシチュエーションで使うとか、タマボケとか細葉オキノゴケみたいなコンボリケはこういうシチュエーションで使うみたいなのは大体セオリーが自分の中にあるので、でそれをその作品の中のどこにはめていくかみたいなことだったりとか。なるほどね。毎回同じ苔ばっかり出てきてもつまんないじゃないですか。もう常に見てくれてるファンの人にとってみたら、でその中に味付けとしていつもなんか卵苔とヒノキ苔は出てくるけど、今回ない大葉ちょうちん苔っていうのが出てきたの、これ初めてだけどどうやって見るんだろうみたいなのをちょっと挟み込んでいくように、シダも少しずつ新しい種類が1個入ってきたりっていうのはちょっと意識して。なるほどね。でもさ、それに伴いさ、テラリウムに合わない苔っていうのは結構あるじゃない。あります、あります。俺の永遠のテーマが銀苔なんだけど、石子さん的にはあいつどう？銀苔は何回かチャレンジしたんだけど難しいよね。難しい、うん、近いところだと砂苔もこう乾燥系じゃないですか、砂苔だとギリいけるの、調整すると、銀苔はね、いけないよね。園田くんが作ったやつはレンガ作ったやつとかで、銀苔がそこにちょうどなんか入ったらしくて、そこで自生したの。あ、そのパターンいいねっていうことはあるんだけど、自生する環境ってなるともう蓋がなくオープン状態で乾燥に強い苔とかも入れてっていうのが理想だよね。苔好きのカテゴリーで言うと、これ石倉さんはアーバンモス好きみたいな、都会の道端の隙間が好きじゃない、ああいう苔テラリウムが欲しくてさ、でもこれを見た時に、ああこういう感じで、あの自分の部屋に、まあ、石畳じゃないんだけど、壁みたいなのがあったらなっていうのがあって、どういう風に作ってるのかなと思ってさ、これの元は歩きながらここまで出勤してるんですけど、家の塀のこういう溝に、あのシダがすごい生えてたんです。生えてるお家があって、可愛いシダが、このシダいいところから生えるな、これはこの家の人はわざとこうしてんのかな、これをどうしてんのかなみたいなこうゾーン、自分の中の観察スポットがあって、あれをこう作ったらいいかなってね、まあポイントで結構シダを、シダ効いてるよね。効いてる、この作品はシダ効いてる、どっちかっていうとコケメインじゃなくて、この可愛いシダの隙間からもこのシダ生えちゃうのみたいなのを見せるのがポイントなんですけど、それはこう自分の中のその家のもののオマージュというか、リスペクトしてこういう形にしてるって。
ジオラマというか、うん、その自分のイメージとその実際ある壁をオマージュしてここを再現してる感じがあるってことか、うん、でもあれだもんね、 YouTube の作品となるとさ、その見てくださってるその視聴者の方とか、その登録者とか楽しみにしてる人だと、うん、なんかまた新しいことをあの見てほしいなと思う。そういうアイディアもやっぱ考えたりするもんね。だからね、アイディアね、週一更新してるんだけど、あ、それすごいよ、それすごいよ、うんうん、結構大変まあ撮っていくのもそうだけど、うん、やっぱネタ的に同じの繰り返していくと ね、うん、なんかコメント欄に前も同じようなの見ましたとか書かれちゃってちょっとエコもね、エコもね、ちょっと違うんだけどなみたいな、違うんだけど、その滑稽をそのもっと突き詰めてない人から見ると、まあ、見たように見えちゃうのかもしれないしね、うん、あ、そういう意味でも少しずつ新しいネタを考えたり、新しい真資材を取り入れたりとか、うんうんうん、チャレンジも含めてね、ね、うん、YouTube からそういうふうにやってたかもしれないけど、ガゼンスキルも上がってくるよね。そうそうそう、そういうこともできたなまあ週1だから、週1また新しい課題が自分で突きつけられていくんだよね。石子さんだけじゃなくてもさ、他の人たちも結構いろんな、はい、一般の人とかも作ったやつ動画上げたりとかね、そう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 、するしね、最近ね、うん、そう結構ポケテラゲームの動画が、うん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 、見かけるようになってきて、なってきてるね、うん、だからもっとこうコケのチャンネル増えてほしいですよね、うんうん、やっぱり YouTube でコケのことを見るっていうのがもっと膨らんでくる気がするね、うんうん、確かにそう思う。いやでも面白い、この動画見てても面白いけど、そこからまた少し経ってね、うん、経過とかこういう経緯とか、これって何、ここら辺まで少し入ってても大丈夫？あー、そうね、でも下に結構卵ごけとかがあって、あんまりたまらないぐらいの方がいいですね。深さがある容器なんで、うん、そんなに乾かないから気にしないんだけど、うん、まあ、塀の上がね、なるほど、うん、隙間に土が入ってるだけなんで、うん、乾く、あ、そこのコンディションを、もう苔の花粉が張っちゃえばそこが水の蓄えになるから、うん、そんなに今週1か2週に1回水濡らせばいいんだけど、うん、初めがちょっと乾き気味になるよ、そこがポイントですかね。いや面白い、結構ためになるわこの話、うん、じゃあ また違う時に遊びに来て違うテラリウムの説明聞いてみますよろしくお願いします。今日はありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。